そなたが稼ぐ、ちゃちゃが得する、つまり夫婦のようなものかな。いやいや、変な意味ではないぞ。お知らせとかインフォメーションもあるから目を通しておくと良いぞ。適当にやってるとおばうえみたいにお寺でファイヤーすることになるかもしれぬからな。ここでポイントをシュート、ちゃちゃエキサイティング。維新軍なんて物の数じゃないわね。して今日の戦果はいかほどかな、かな。他にも何か面白いことあった？ねえねえ、うむ、飽きてきた。もはやちゃちゃの心は次の催し物に移りつつ、え、まだ報酬を取り切ってない？何をふぬけておるのじゃ。今頑張らないでいつ天下取るの。ちゃちゃと一緒にもう一度出撃じゃ。さて今日もポイントを、え、もう終わり？いや、あっという間だったわ。楽しすぎてあっという間だったわ。取り忘れとかないように気をつけるといいわ。さて今日もポイントを、これとこれと、あとキラキラしたこれも、おばうえのガラクタはいらないから。あ、そなたも忘れ物がないように気をつけての。なにわのことも夢のまた夢というやつかな。そんなわけで楽しい時間はそろそろ終わりだけど、ちゃちゃたちの冒険はまだ始まったばかりなんです。おお、戻ったか。今日の報告を出しとけ。なんだ、他に用でもあるのか。今日の戦果は、おお、なかなかだな。よし、飯でもおごってやろう。酒はまだ早いか。知らせや法度はよく読んでおけ。月並みだが、敵を知り己を知らばってやつだ。織田幕府とはふざけた話だ。だが俺がやることはいつの時代も変わらん。ただ切り、ただ進むのみだ。ああ、何を持って行ったか報告はきっちりしとけよ。無断の金策は切腹だ。この戦いももう終わりか。だが俺は、新選組は終わらない。おい、そこの庭お前のじゃないのか。しっかり確認しとけ。このトンジョを引き払うのも二度目だな。あ、別にどうってことはねえぞ。この俺があるところ、そこが新選組だ。新選組のトンジョへようこそ。見てください、この新鮮な品揃えの数々。新選組だけに、新選組だけに。え、なんでトンジョでお店を開いてるのかですって。いやー、昨今は新選組も資金難でして、無断の金策は切腹ですし。それです、それが今必要だとよく気づきましたとも。さすがはマスターですね。ご褒美におひたさんスタンプを押してあげましょう。はい、こちらの棚の品ですね。ちょっと待ってください、今おひたさんが取ってあげ、こほどうです、この着物だとお店がハイカラな雰囲気じゃありませんか。え、刀を下げろ。いや、いつ不定老子が押し入るかも分かりませんし。楽しい時間はあっという間ですね。やり残しや忘れ物などないように。